こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は視聴者さんから使ってほしいとめちゃめちゃリクエストをいただいたコスメ、私買ってまいりましたので、本音でその場で使ってレビューしていきたいと思います。で、今ですね、実際この顔は皆さんからおすすめしてもらったものをあれこれと使わせていただいて、この状態になっております。なのでオープニング後撮りしてるんですけれども、すっごいいい企画だったなっていう風に思いました。紹介するものを総じて全体的な感想を言うとめちゃめちゃ良かったです。ということでね、楽しんでいただける企画になってるかと思います。ぜひぜひ最後までご覧ください。今日はアイシャドウ多めです。ということで早速いきましょう。はい、それではですね、まず一つ目のアイテムはですね、じゃじゃん、こちらのアイテム、一度使ってみるとプチプラなのにめちゃめちゃ沼るので使ってみてほしいっていう風にいくつかリクエストいただいておりました。インテグレートのすっぴんメーカーリキッドです。説明だと、まるでアプリフィルター効果のように瞬間補正、これ一つで毛穴くすみのないすっぴん美肌が簡単に作れる、CC リキッドっていうことになってます。普段のファンデーションの下地としても結構優秀っていうことで、ちょっとこちら早速使ってみたいと思います。今日紹介するものは皆さんにおすすめしてもらって買ってきて、結構この場で初めて使うものが多いです。ちょっと本当にリアルなリアクションをお届けしたいと思います。パッケージがすごいピンクだから、もっとピンク系なのかと思ったら、結構スキントーンに近いようなベージュカラーなのに、まずちょっと驚きました。うん、結構ね、サラッと伸びがいい感じがしますね。はい、今ね、ちょっとこちら半分だけ塗ってみました。うん、かなりね、サラッとして伸びがいい感じです。で、毛穴とかに関してはどうかな。私結構角栓詰まりやすい系毛穴なので、白いプツプツ感が若干目立ちやすいタイプではあるんですけど、もしかしたらちょっとすり鉢毛穴っていうのかな、ちょっと凹凸のポコポコっていう毛穴の人にとっては、こうちょっと明るさでいい感じに毛穴をカモフラージュしてくれるのかもなっていうふうには思いました。めちゃめちゃ乾燥してる日はこれを使うと、もしかしたら時間が経ったらちょっとどうかなっていう風に思う感じはあるかな。で、この適度なピンクベージュのカラーっていうのが、まあなんだろう、ナチュラルに顔色をよく見せてくれてる感じがする。なんかそう、ちょっとお出かけする時とか、ファンデ使いたくないなっていう日は、確かにこれにちょっと目の下だけコンシーラー塗ってふわっとお粉つけるっていうのはすごいありかなっていう風に思いました。さらっとしてるから、表面がペタつきがあるタイプじゃないから、パウダーファンデーションの時の下地とかにもめちゃめちゃ良さそう。インテグレートの時間経過後がちょっと動画が撮れてなくて写真だけになっちゃったんですけど、しかも中途半端、なんかこんな感じで、結構私乾燥肌なのですごいね、皮むけっぽくなっちゃったんですよね。まあ組み合わせにもよると思うんですけど、これを使う時は、まあ、肌がだいぶ潤ってる状態の時だったりとか、やっぱり脂性肌、混合肌の方向きなのかなというふうに思いました。次、2つ目はこれね、すっごいリクエスト多かったんだけど、 TWICE を担当されているメイクさんがプロデュースされていて、最近発売になりましたこのウォン・ジョンヨの、ベースメイクシリーズを紹介していきたいと思います。リクエストでは結構トーンアップの下地も使ってほしいっていう声も多々あったんですけど、それが結構ね、私探したんだけど売り切れだったんですよ。なのでゲットできたこちらのクッションファンデーションと、こちらのパウダーのピンクの方を使っていきたいと思います。パッケージはね、こんな感じで結構こうピカーンとしていて、で、中に鏡がついていて、ピンクと黒ですごい可愛い、中はこんな感じのクッションになっております。アットコスメストアで今回買ったんですけれども、原宿のね、01番のペールピンクっていう一番明るい色しか私が買いに行った時は残ってなかったんですね。なのでちょっとこれ明るいと思うんですけれども、実際つけていきたいと思います。やっぱちょっと白いね、01番はね、標準色の人には向かないかも。私割と標準色ぐらいなんだけど、結構白系かな、わかりますか、ここら辺と色が違うの。香りはね、なんかちょっと不思議な、韓国の鎮静のスキンケアに入ってそうな香りがする。結構しっかりフィットしてくれる感じをね、すごい感じるかも。で、目の下ちょっと今重ね塗りをしてみたんですけど、結構これカバー力ありますね。おお、こっちちょっとテンって置いちゃってるけど、その他は塗ってない方と塗ってる方で
結構印象違いますね。同じ韓国系のクッションファンデとなんとなく比較してみると、まあ、ミシャとかの方がどっちかというと全体的にみずみずしくて、私がよく推してるジョンセンムルの方はなんだろう、もうちょっと肌と一体化する感じ。このウォンジョンヨはなんかいい意味でファンデでふわっとお肌のふわっと感を出したっていうのを感じるかな。あと同じ韓国で言ったらクリオか、クリオはもうちょっとなんかザカバーしてますっていう感じは出るかも。こっちはなんだろう、もともと肌が綺麗な子が薄くファンデ塗った感じに見せてくれるぐらいの仕上がり、すっごいサラッとしてる。あ、なんかすっぴんメーカーを塗った上なのもあるかもしれないんだけど、多分これティッシュつかないんじゃないかな。これこうやってもほら、脂性肌寄りの方とか混合肌ぐらいの方にはすごいいいかなって思ったけど、例えば乾燥しやすい大人の方に向けておすすめするかってなると、ちょっと現状はどうなんだろうっていうふうには思いました。はい。で、パウダーね、このパウダーは実は私ちょっと前から買って使ってたんですけど、個人的にはかなり好きです。こういう感じでピリピリっと剥がした、こういう感じのさ、ネットのタイプになっていて、パフがついております。パフはまあ普通かな、すごいふかふかなわけでもなく、まああの粉の質が結構いいです。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーほどふわーふわーすぎないんだけど、なんかちょっとそういうなんだろう、ふわさら感みたいなのが手に入る感じで、私ね、もうこのクッションの上にこの粉乗せたら絶対パサパサになっちゃうから、すっごい少量しか乗せてないんですけど、あのすごいね、サラサラーとサラーっとしてます。ほんと柔らかくてもちもちそうなお肌にしてくれるような印象です。なので私はウォンジョンヨのベースに関してはちょっと下地とかも使ってないし、一概には言えないと思うけど、やっぱり全体的に混合肌から脂性肌の方にはすごい合いそう、めちゃめちゃ乾燥肌の大人の人にとってはもうちょっとなんだろう、下地で工夫をしたりとかスキンケアをしっかりした時に使うといいんじゃないかなって思う。で、今2時ぐらいにメイクをして、ちょうど10時ぐらいの時間になります。ファンデは結構いい感じに残って、こういうところにも溜まってないかなって感じがします。意外と、なんか意外とって言いたいだけど、耐久力もあります。ちょっと鼻でメガネかけてたところとかは、まあ、もちろんよれちゃったりはしてるけれども、なんか全然よれとか変な毛穴落ちとかにならないです。ちょっとファンデが頬のところ、上のワイヤーのところはこういうところとかちょっと映ってる感じで、全然許容範囲かなって感じです。はい。で、そうしましたら眉毛を描いてきたということは、お次はアイシャドウです。3つあります。しかもどれも今日初めて開封して使うものです。まず1つ目はキンスのニューデップスアイシャドウパレットの03番のライクアシーンっていう、ちょっとグリーン系のカラーをね、ちょっと購入してみました。で、私もしかしたらこのヒンスのアイシャドウをパープル系ちょっと使ったことあったかもしれないんだけど、このカラーをね結構使ってほしいっていうリクエストが多くって、ちょっと今日はこちらにトライしてみようかなというふうに思います。で、皆さんからのこのリクエスト理由としては、ヒンスのこの多色アイシャドウパレットめちゃめちゃおしゃれで、あの人気だからみんな買ってると思うんだけど、実際どういう風に組み合わせたらいいのかわからない時があるから、なんかぜひちょっとトライしているところを見たいみたいなね、コメントもいただいたので、ちょっとこちらやってみたいと思います。めっちゃ可愛い、これこのカラー、このグリーンが効いてる印象はあるんだけど、ここを隠しちゃうと結構ベーシックな感じですよね。ここがあるからちょっとアクセントになって、一瞬このパレットが可愛くも見えるし難しそうにも見えるけど、ここはあくまでポイントで使うとして、一旦ここを隠しちゃうとどう、結構みんな使いやすいと思うんじゃないかな。はい、こちらのちょっとオレンジベージュっぽいカラーかな、これをまずちょっとベースに仕込んでみたいと思います。こんな感じで、おおお、かわいい。やっぱヒンスのマットは透け感マットですごいかわいい。ちょっと下まぶたにも同じカラーを塗っていきます。てか今日アイシャドウさ、3つあと2つあるのに両眼につけちゃった。この粉質とふわっと感がたまりませんね。はい、こんな感じでつけたら、ここのちょっと隣の若干キラッと感があるブラウンをちょっと際の方にのせてみます。あら、かわいいかわいい。で、ちょっとグラデに出
していきたいと思います。まあなんかまずは難しそうなパレットはとりあえず2色ぐらいでグラで作りやすそうな色で作ってみる。でそっからポイントに何を加えるかを考えれば失敗しないかも。どうでしょう、もうこの仕上がりだったらね、かなりこうナチュラルな感じに使えたりどんなファッションにも合わせやすそう。細めの小さめのブラシにこのグリーンをちょっと取って、どのくらいこれ発色するんだろう。でもこの流れだったら結構色のりそう。こういう感じでラインっぽい感じでもう置くようにして、かわいい、え、かわいい、え、かわいい。美味しい時に美味しいしか言わない人みたいになっちゃった。やっぱりこういうアクセントカラーは、まあ、慣れてきたら広い範囲に使ってもいいけど、最初はこういう狭い範囲に使うと間違いないよね。アクセントカラーって結局くどく使いすぎるとそれに持ってかれちゃったりとか、あの自分のまぶたにあんまり合いにくい色とかだとくすんで見えちゃったりするけど、狭い範囲に使えばそういう肌に対する相性とかくすみとかしつこさみたいなものはあまり気にしなくていいので。あ、かわいい。このさ、ヒンスのラメかわいいんですよね。上は繊細系よね。でこういうちょっとよく見るとわかるかな、これジェルっぽく固まってるような大粒のラメは、まあ韓国コスメに限らずほぼほぼグリッターですよね。この感じだったら私はちょっとこのピンクっぽいラメに私は今見えてるんだけど、ピンクオレンジっぽい感じなのかな。これをちょっと黒目の下にのせようかな。のー、あ、これちょっと上まぶたもちょびっとのせしたら可愛いかな。今若干目の際のところだけあのアイラインを引きました。どうでしょうか。ちょっとね、黒目の下だけって下まぶた言ってたんだけど、結構全体に入れちゃいました。結局ちょっとマスカラとかちゃんとがっつりアイラインはちょっとこの後アイシャドウが2個あるのでちょっと控えて、これで一旦仕上げとしたいと思います。いや、これめちゃめちゃ可愛い。どのカラーもすごく使いやすいなっていう風に思いました。そうね、例えばちょっとスモーキーグリーンみたいな、全体的にちょっとそれこそイメージで言うとマックの店員さんみたいなさ、スモーキーなグリーンのグラデを作りたい人はもうこことここで先に2色でまぶたにグラで作って、まぶた全体にもうこれをちょっと大きめのふわっとしたブラシでうわって重ねちゃったりすると、ちょっとよりスモーキーな引き締まったような印象にもできると思う。でそういう時はもう思いっきりね、こういう大胆にラメをのせちゃうのも可愛いと思いました。いろんな印象のメイクが一気にこのパレットで作れそうだなっていう風に思ったので、ぜひ皆様これは試してみてくださいって、試してみてって言われて試したから試してみてくださいはおかしいんだけど、これは皆さんにおすすめしてもらって今使ってみてめちゃめちゃ大正解でした。超可愛い。はい、でそしたら次はちょっとアイメイク落としてくるんだけど、これは本当にめっちゃリクエストが多かったんですけれども、ルナソルのアイカラーレーション、まずアイカラーレーション自体がリクエストが多かったんですね。で私はこのアイカラーレーションは前一時期動画でちょこちょこ使ってた色とかがあって、でも最近そういえば使ってなかったな、リクエストでも多いなっていろいろ考えてみたんですけど、このねアイカラーレーションの15番が今めちゃめちゃバズってるんですよね。もともと限定で出てた15番なんだけど、あの定番化したっていうことで私もすごい気になってました。リクエストにもあったし使ってみたいなと思って買ってきました。やっぱり結構人気で在庫もわずかっていう風に店員さんも言っていたので、あのこれちょっと楽しみです。ではちょっと一回品数落としてきます。はい、ではちょっと早速使ってみたいと思うんだけどさ、ここぐらいしか締めっぽいカラーはなくて、あとはかなりもうラメと明るさがメインっていう感じです。なんかルナソルの中でもこういう感じ珍しくないかな。もう一個ぐらいさ、ライトなこう締め色になりそうなのとかブラウンとか色が出そうなものって入ってるパターン多いと思うんだけど、これちょっとどうやって使おうか今悩んどりますね。まずはでもここがおそらくベースのカラーだと思うので、まぶたはこれ、まぶたのくすみをこれで取ってみたいと思います。チップとブラシはこんな感じでついてます。ここだけブラシで、あとはチップがついてますね。もう宝石のような輝きなんだって。とにかくベースのカラーはほんとかなりあの馴染みがいいです。すごい馴染みがいい。そしたらさ、もうこれ一旦行くしかない感じあるから、ちょっとこちらを使います。でブラシで
取ってこれもちょっとグラデーションを作っていきますね。ちょっと横に抜ける感じですっきりめなブラウンのラインを作ってみようかな。このブラウンもかなり肌なじみが良くて、赤みとか黄みとかっていうのはそこまで強くないんですけど、変にこうグレーっぽすぎないっていうか、ブラウンでグラデを作ってみた感じはこんな感じ。うん。でちょっと今公式のページを見てみたんですけど、この後にこの A をですね、まぶた全体に重ねるそうです。このラメがめっちゃ好評だからちょっと使ってみる。はー、あー、これは綺麗だね。爽やかなんだけど冬感があるっていうのかな。この下のこのゴールドのキラキラはチップでこの締め色で使ったブラウンの濃いブラウンの上に重ねるといいらしいです、公式の使い方だとね。おー、あー確かにこれすごい可愛い。このゴールド意外と発色する、あのラメだけっていうよりかはほんのりあのベースにブラウンまでいかないかもしれないけど、そういうものを感じるから意外と物足りなくないかも。ちょっとこれめちゃめちゃ可愛い。口コミでね、ほんと宝石のように輝くっていう風に書いてあって、その理由もすごいわかるし、このラメ感って結構、まあ、キラキラではあるんだけど、ここの2つが一応ベーシックなカラーのベースとして入ってるから、ここは多分好き嫌いないだろうし、あのラメはさ、あのどっちかだけでもいいし、なんかときめきと使いやすさとベーシックさと輝きが入ってる、ほんとめちゃめちゃいいパレットだなって思いました。これは確かにバズってる理由めっちゃわかるし、これからもう一個使うんだけど、私目このままでいたいっていうぐらいめっちゃ可愛い現状。なんかさ、普通になんかこう皆さんから勧めてもらったのに対して結構本音で、うん、これは微妙だったっていうものもちゃんと言おうと思ってたんだけど、今のところ全部いい。はい、で今ねちょっとあのずっと曇って雨だったのに急にうわーって一瞬晴れてきちゃって、ちょっとさっきのあの窓に近い位置っていうのが明るすぎるなって思ったので、ちょっと離れて下がってきました。これでどうかなと思うんですけど、もう一つは使っていくのはこちらになります。ディオールバックステージのアイシャドウ。これ私ディオールバックステージのこのリップパレットは仕事とかで使ってたんだけど、アイシャドウそういえば使ったことないって思ってリクエストで結構多くいただいてました。で色は結構皆さんから指定はそこまでなかったんだけど、007のコーラルっていうカラーが結構今人気っていう風に店頭で教えてもらったので、今回はこちらを使っていきたいと思います。全ね9だよね、 3×3 は9です。9色入っていて、ディオールディオールディオールと刻まれております。だからこれメイク好きな人にとってはほんとたまらないって感じだと思うけど、確かにどう使おうか迷っちゃうね。これが一応プライマーって書いてあるので、多分ねこれをベースに引くんだと思うんですよね。でプライマーこんな感じで塗ります。結構ねサラーっとしてる。うん、下まぶたとかに間違えて広範囲に塗っちゃったらちょっとパサってなっちゃいそうなぐらい結構サラッとしてます。ピースの時とパターンを変えて濃い色から塗っていこうかな。濃いブラウンから先に塗って、明るいカラーでぼかしていくことでちょっと抜け感を作ったグラデーションにしてみようかなと思います。ちょっと下目尻にも入れておきましょう。やっぱり結構発色しますよね。でちょっとここの思い切って真ん中の赤み系のカラー、これ結構赤み出そう。この際の色にかぶせつつちょっと上にぼかしていきます。ちょっとブラシを裏返してさらに今なじませてます。おー結構赤み出る。近くで見るとね濃い感じするけど、ちょっと離れるとめちゃめちゃ可愛いです。はい、でそうしたらちょっともうちょっと柔らかそうなここのコーラルのカラーを、もうこの感じはね思い切って囲み目にしちゃった方が可愛い気がするから、目頭から黒目の下までまだ色が埋まってなかったとこをここの優しいねコーラルでちょっと埋めてみる。これは結構可愛いな、可愛いな、いいねいいね。でそしたらじゃあこちらのこのラメのカラーですね、このラメのカラーを仕上げに塗りたいと思います。結構
色はしっかり発色なんだけど、このラメはねかなり微細な感じで、コーラルと重ねるとちょっとイエローゴールドっぽく出てきてくれる。あ、確かにこのラメをのせることでパンチの効いたこのほんとパッションティーみたいな赤が少しちょっとピーチティーかなみたいな、ちょっと変わってくれる感じはするかも。あーなるほどね。じゃあこれグラで結構濃く作っちゃって、もう上からこのラメ重ねちゃえば意外といける。あ、なんか私こんな派手にアイシャドウつけたの久しぶりで、これはこれでいいですね。こんな感じで軽くアイライナーまで引いてみたんですけど、発色もとってもいいんだけど、私が驚いたのはこのラメよ。結構ただのラメじゃなくて、いい感じにこのコーラルのパンチの効いた赤み系のカラーをちょっとまろやかにしてくれるラメなんだなっていう風に思ったので、これを重ねることによって最後すっごいまとまったって感じ。もうみんなこの微細ラメを頼れば怖いもの知らずでこのパレット使えると思いました。ウォンジョンヨのマスカラ結構リクエストもらってたので塗っていきたいと思います。結構売り切れてて、この3番のシアグレー、この今スウォッチしたんだけど、このグレー系のカラーしか購入できなかったので、今回はこちらやらせていただきます。レビューとか周りの声を聞いてても結構カールキープ力がすごいっていうので話題なんですけど、すいません、私ちょっとまつげパーマがまだ取れてなくてですね、ちょっとまつげパーマありの状態でやります。なのでちょっとカールキープの検証とかはできないんだけど、まあつけた感じ、感想だけでもね、ちょっとリクエスト結構もらってたんで言いたいなと思ってつけてます。でもシアーグレーって言っても結構なんかまつげにコシが出たような感じ。こっちまだ塗ってない方で、塗ってる方で下まつげもすごい細いコームで塗りやすいし、長さとボリュームで言ったらどっちかっていうと長さって感じかな。ボリュームは根元の方に自然に出てきてる感じ。日差しがすごい入ってきちゃってほんとすいませんね。セザンヌとかと比べるとウォンジョンヨの方がちょっとだけ全体的にまつげの根元とかにも濃さとかボリューム感みたいなものが出てる印象があります。もちろん全体的にはロングセパレートっていう感じではあるんだけれども、繊細に盛りたい人たちにとってはものすごくいいプロダクトだと思います。はい、ということでラスト、リリーミューのリップを使っていきたいと思います。これもかなりリクエストが多くて、リリミューから新作で出たリップ、さゆりさんぜひ試してほしいっていう風にいただいておりましたので、ちょっとこちら使ってみます。というか実際これは色持ちを検証したくてすでに使いました。使ったのでちょっとここで初めて塗るわけではないんですけれども、私の感想から言うと結構色持ちしてくれるなっていうような印象でした。ちょっとこの2色を買ったんだけれども、今日のディオールのコーラルのメイクにはこちら側の04番のシナモンナッツが特に合うかなと思ったので、ちょっとこちらを塗っていきます。これ塗った時はすごいみずみずしい、ちょっとツヤがあるような感じがして、唇周りは私は指でぼかします。で発色がめっちゃいい。ツヤっぽいんだけど、ちょっと時間が経つとなんかスフレっぽく馴染んでくるような感じがします。結構しっかり発色するのが苦手な方はこれリリミューちょっと向かないかもなっていう風に思ったけど、リップ塗るならしっかり印象作りたいなって、リップ塗った可愛いって感じが欲しいっていう方はもうね、これはすごいドンピシャだと思いました。色持ちの検証を実際してみた映像こちらになります。だいたい6時間ぐらい経ってて、韓国料理もその間食べてきてて、マスクも移動中はつけていた状態になるんですけれども、私は体感ずっとマスクをしてた感想で言うと2時間ぐらい経ったらもうこの高発色っていうのは結構落ち着いて、まあ色が若干残ってるなぐらいの状態になるなって思ったんだけど、そっからが長いなって思いました。リップモンスターの方がまあやっぱりちょっとなんかとろけるような使用感っていうのはあるかな。あとはこっちの方が発色がいいって感じ。似たようなので言うとキスのリップアーマーとかももっと全然みずみずしい感じで透け感があるから、これとはまたちょっと違うかなっていうような感じかな。なんとなく思い浮かぶところと比較するとそんな感じ。良くも悪くも塗ってるっていう感じがあるから、この塗ってる感が好きな人はドンピシャ、軽いティント、ウォーターっぽいティントを求めてる人はちょっと違うか、まあ指でちょっとつけるぐらいがいいかもっていう風に思いました。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。これさ、商品数いっぱい紹介してるわけじゃないのに
全部初めて使ったからさ、なんかいろいろ使ったりなんだりしてたら私2時間ぐらい撮影してたこれで。ということで本日のお便りクエスチョンはこちら。何にしようかな。皆さんが話題のコスメで実際試してみて最近良かったコスメがあればよろしければ教えてください。ということで、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。この動画ちょっとでも楽しんでもらえた方、ぜひチャンネル登録ボタンも押してもらえると嬉しいでございます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。